はい、今日もポケットモンスターウルトラサンウルトラムーンの実況プレイやっていきましょう。あまりにも勝てないんで、使い慣れたパーティーを持ってきました。僕がよく使うラティハッサムコケギャラですね。でね、ペリラグか。ペリラグがギャラで止まるっちゃ止まるし、今回普通にメガギャラだからドリューズゲンガー問題ない。ワンチャンボルトにもワンチャンあるぐらいだね。ただあいつがきついな。あいつ、名前が出てこない。ブラッキー。コケコがさ、こいつ草結び持ってるんですよ。コケコから入るやつやるか。コケコギャラでいこう。コケコギャラ豪華ザルかな。あ、でもこれボルトで終わるか。どうすっかな。マンムーはありはありなんだけど、マンムーにしちゃうとブラッキーで詰むよね、ぶっちゃけ。豪華ザルでいくか。はい、体勢よろしくお願いします。正直今回ボルトがかなり重たいですね。ラティオスとかが、いや、ブラッキーがいなかったらラティ全然出すんだけどな。プリダグにも弱くないし、ブラッキーの存在がきつすぎるな。水枠を嫌いにしちゃうとどうしてもああいうポケモンがきつくなるからね。で、コケコから入って、オッケー、これはね、結びを干す。まあ、保険としてギャラもいるけど、できればここでラグラージガッツリ削っておきたいんで。結びコケコはね、結構ない場合、結びは採用しないことも多い技だから、あんま警戒しないはずですね。草結び。はい、ドリューズだったらちょっと泣いちゃうけどな。ボルトロスかよまあまあまあ、電気技を押すよりかはマシだったな。でね、もうボルトは正直ね、みんなで頑張って削るしかないし、ポケコは正直そんなの、このなんだろう、ペリッパーとの対面で草結びを押してラグラージに負担与えるってことしか仕事がなかったから、正直これで良かったと思うな。で、マジカルサインで、もしボルト、こいつスカーフじゃないな。ヘドロウェーブ、スカーフじゃないの、ヘドロウェーブ。こっちか。ちょっとレアっちゃレアかも。これ落ちるね。まあこいつね、ちょっとこういう風に削らないと倒せないからね。で、こう飾る。で、ボルトさえ倒したい相手のパーティーってギャラがぶっ刺さりなんですよ。雨降ってくからな。何が一番入った？サパから入るか。ダストシュートもあるけど、メサパでいい気がすんな。一応 C の方が厚めに振ってるから、この豪華ザル。両刀型なんだけど。ダストシュートはカプテテ冬式ですね。直帰かこれ。直帰だな。ダストシュートやったな。いや、ただ、フェリッパータイムでもう前歯倒せるから、あのボルト。問題ない。ラグラージ、オッケーオッケー、こいつでもいい。こいつの前で前歯いいからね。ここはインファイト。身代わりとか残されなければいいんで。ああ、これもラグラージュの前で待ったら大体いけるな。まあ、ペリッパーがちょっと鬱陶しいけど、ペリッパー別にフリーじゃないんだよ、ギャラは。暴風の混乱とかネットの火傷が怖いぐらいで。うわ、雪崩は死んないぞ。雪崩持ちってあんまないよな、ここ。普通に目が しなくていいよね。地震当てられたくないんですよ。なだれ持ちは少ないし、持ったとしても外す可能性もあるから、さらに言えばもう撃たれても別に死ぬわけじゃないんで。いや、つってもなだれ持ってる場合はここメガ進化しなきゃいけないんだけどね。だけど龍舞でいいな。メガ進化しません。ここは一回ペリッパーとかで様子見て出されると普通に地震が痛いからね。できればこいつの前で2枚3枚してしまいたいけど、まあすぐに交換してくるだろうから、それもなかなか難しいな。いや、この一戦マジで重たい。何が重たいかっていうと、これに分けると俺はもしかしたらレート1300に転落するかもしれない。いや、この一戦じゃ落ちないかもしれないけど、もう一戦負けるとやばいみたいなところになりかねないから。でもやばいんだって、俺今もう本当に地獄には片足突っ込んでいくから。おい、どうした、対戦相手に迷うんじゃない。ここはお前、身代わり？あ、まあいいや。いや、身代わり持ちで雪崩持ちってのはないでしょ。スポーリバザー切れないし。
木登りは別に当たってもいいもんな。ビーマ入れんだ。リパン、やっぱそうだよね、その程度の技しかないから見かけ巻いてしまう、全然入んないんですよ。 OKOK で、これで上取れるようになったから、これで殴ってもいいね。ペリッパーとね、殴り合わなきゃいけないからね、あんまり悠長できないんだよな。で、ここはね、地に切り替えてくる可能性あるから、メガ進化しません。メガ、なんだろう、地震、レイパン読みメガ進化みたいなのを読んで地震をしてくる可能性全然あるんですよ。殴り合いですかね、そういうことしてくるからね。あれ、普通にレイパンじゃん。まあ、相手からしたら凍らせる可能性もあるからな。だから、HP 半分ぐらいか、ペリッパーの防風がやったら一発は耐えると思うけど、耐久どれぐらい振ってるかだな、ペリッパーが。メガギャラのせい。はい、これはさすがに雨の補正まで承知でしょう。で、ラグラージぶっ飛ばして、で、ボルトも当然一撃で落とせる HP。 ただね、要はペリッパーとの対決を制せば勝てるんだよね。ただ、ね、飛行 Z ペリッパーとかそういうわけのわかんないやつはマジできつい。待てよ、これどっちが入んだ。氷の牙、滝登り、滝登りの方が入るか。氷の牙の火力が65でしょ。滝登りの方が入るか、雨補正も考えたら65だよな。で、滝登りが80をタイプ1で120で打って半減で60でしょ。で、雨補正もあるから滝登りの方がいいね。滝で、まあ、凍らせる可能性とか考えたら氷の牙の、あ、青木全然入るわ。よし、勝ち申した。じゃあな、ペリッパー。ポケモンマスターズでは前にまあまあお世話になってるけど、それとこれとはまた別の話だからさ。じゃあな、ペリカン。よし、あとは滝登りでボルトロスを倒して勝ちですね。やっぱギャラドスは強いな。久しぶりに使ったけど、これじゃちゃんと期待通りの活躍をしてくれる。滝登りで、メガ進化の中でハッサムの次に信用しているメガ進化枠がギャラドスですからね。ありありのありでした。はい、対戦相手の方が見つかりました。相手のパーティーがカイロスか、カイロスガルとランドロス、またラグラージュが、ただ今回はピンで入ってきてるから雨乞いとかしない限りは特に問題ないかな。これマンムーから入りたいな。マンムー結構刺さってますよね。ラグラージュ多分危険作る要因だと思うから、マンムー、間違えた、チンムーから入ろう。でギャラも出したい。マンギャラで行ってきついやつで、まあ、格闘 Z 文字のボルトロスか。ただそこはある程度切らなきゃいけないからな。まあ、この2匹だとちょっとポリゴン2が重たいっちゃ重たいんで、コケコかせめてハッサムぐらい出さないといけないかも。ラティも悪くはないけどな。ラティオスで行くか、久しぶりに。マンギャラ、ラティ。悪くないね。これで行こう。はい、対戦よろしくお願いします。一応ね、マンムーが畑持ってるから、ポリツの奇跡は落とせる前提で考えてはいるんですが、もう落とせないこともあると思うんだよね。もうその時ラティが最近連打で突破します。ポリンゴス、オッケーオッケー。初手切ってきてくれたらむしろありがたいな。畑が通るということですからね。マンムーの役割対象は他にもいるんだけど、まあ、一番はこいつの奇跡を落としたいっていうのがあったから、ここは畑から入る。たまーにいるテクスチャー Z ポリ2とかやめろよ。マジで Z でやれよ。ポリゴン2でやるんじゃないぞ。で、はたいて、ちょっと D に熱いやつだから技次第では全然入んないかもしれない。毒毒、嫌な技押してくんな。まあでも奇跡落としたし、玉自身のパワーが入るわけだから落とせるかもな。これ無理か、どうだろう。タイプ不一致の奇跡に対してこのダメージでしょ。ワンチャン自身で飛ばせないかな。まあ怪しいっちゃ怪しいかな。ちょっとダメ感が分かんないわ、この辺の。引いてきた誰だ、ランドロス。これもしかしてあれかな、これさ、氷のつぶてをさ、でも血だらばり押すのやめよう。氷のつぶてにしよう。トンボからポリツーに引くって動きが最悪だから。
チョンボ押さずにスコーカンだったらそれはまだ OK 通るんだったらいい。これ痛いぞ。 OKOK 半分も通れば十分よ。クサムスビランドロス見たことないポケモン CEO は。いやでもエディマムに半分入ってると考えたらまあまあか。これギャラで舞うでいいよね。ラストがボルトの場合はラティで多分勝てるし、まあ、岩石龍じゃなさけど威嚇入れてくからここ龍舞にするか。一応草結び見てるしね。てかランドロスで草結び覚えるんだ。まあでもあいつが使いそう化身ランドの方が使いそうな技ではあるな。化身だとヘッドロウェーブとかも使えますからね。そのランドロスやっぱ順天だから大爆発か。ちょっともらいたいな。まあ死にはしないけど、まあちょっとポリゴン2が厄介。そうポリゴン2がねすぐ来ること考えるとこうメガ進化した方がいいんだよね。威嚇があるから。これどうすっかな。突っ張るか。ラストがまだ分かんないんだけど、ラティがそんなに不利ではないと思ってるんですよ。でここで変に毒毒とか食らうぐらいだったらもう殴ってしまいたいっていうのがありますね。滝登りでもうここがメガ進化しよう。そうここ爆発読みだったらでもメガ進化だったな。一応草結びにビビったっていうのがあるけど、あとトンボ帰りね。トンボ帰りの時に、ね、抜群で入っちゃうけど、まあ、大したダメージじゃなかったからメガ進化してよかったな。ちょっと甘かったかも。奇跡落としたポリズンレギュラー入るからあれまあまあ入るじゃん。放電か。ポリズンのパワーの放電がだと60しても耐えないですね。さすがにこれラスト読まなきゃいけない場面ではあるんですが、ボルトだったら最近で十分なん でガルドだったらもうどうせ無理なんで取る技がないからね。最近でいいかな。カイロスとかいう微妙なポケモンだった場合はね、これ悩ましいんだけど、まあまあ最近に押すしかないわ。そう結局ね、イベ取られちゃうポケモンが多いんだよね。ギャラ待ってない状態だと。だけど結局一回引っ込めちゃうとボルトとかイベ取られちゃうし、カイロスか。まあ、カイロスの場合でも引っ込めても意味なかったな。カイロスだったらでもあれだな、ギャラの HP をかなり残さなきゃいけなかったな。これ飛ばせるか最近で。カイロス B は高いけど D はそこまでだったような気がしないでもない。え、D も高いんだけど B は高いんだよメガカイロスって。いやさすがにメガネサイキネぐらいじゃ落ちてくれないか。頼むぜ、ぶっ飛ばせ。あー惜しい。いや惜しかったな。これ絶対死ぬよな。耐えたとしても次の石化があるから。はい、大変ありがとうございました。ちょっとギャラの使い方が雑だったかもしれないですね。